触れそう。おっと危ない、気をつけろ。ピンピンノンノン、キキキキ、おっとピンノン、キヨピンチだ、逃げろよピュン。ほら猫追いかけてくる、キツネにご用心。おっと逃げるな、当せんぼ。ピンチだ、野良猫キツネに、おっとピノキオ。ある日、大工の親方が木切れを一本斧で削ろうとした。気持ち悪い。キャー！大工の親方、その木を隣のジェペット爺さんにあげてしまった。ジェペット爺さん、その木で操り人形を作った。ギョロ、ギョロ、ララ、目を作ったら目が動いた。むにょ、にょ、にょ。口を作ったら口が動いた。ここは静かにせにゃいかん。動いちゃいかんちゅうのに。ジェペットじいさんは人形にピノッキオという名前をつけた。貧乏なジェペットじいさんは着ていた上着を売って、ピノッキオに学校で使う本を買ってやった。ふっ、さ、この本を持って、学校へ。おいで、ヘクション。ピノッキオが途中まで来ると、さあ、いらはい、いらはい。今評判の人形芝居、操り人形の歌と踊りと面白い芝居、笑いすぎて顎を外さないようにご用心。面白そうだな。さあ、いらはい、いらはい。ピノッキオは学校で使う本を売って、操り人形の芝居小屋へ入ってしまった。でも見てるよりも一緒に踊った方が面白そうだね。え、僕も仲間に入れて。ピノキオは舞台に駆け上がって、操り人形たちと歌ったり踊ったり、みんなは大喜びだ。またお前は面白い人形だ、金貨をやろう。俺は待って、ジェペット爺さんのところへ帰れ。それを見ていたズルギツネと野良猫の二人組、いや二匹組。コホン、ピノキオさん、アンさん、その金貨をもっとたくさんにしておまへんか。僕、学校行かなくちゃ。ゴロニー、おみやさん、その5枚の金貨が100名、いや1000名、いやいや2000名になるんだかね。2000名、2000枚に。ほんと？こほんとほんと。わしらが教えたるがや。うん、わたら秘密の原っぱ知っとりますね。その原っぱに金貨を埋めて、一晩すると金貨のなる木が生えますんのや。よろしおましやろ。金貨をいっぱい持ってってあげたら、おじいさん喜ぶだろうな。ピノキオはズルギツネと野良猫と一緒に秘密の原っぱへ出かけていった。途中で日が暮れてすっかり暗くなった。キツネさん、猫さん、どこ行ったのかな。暗くて何にも見えないよ。やーい、金を出さんかいな。でにゃっと食ったらがや。バテラ、追いはげお化けですね。めっちゃんこ恐ろしいんがよ。目の前に追いはげお化けが突然現れた。白い袋をかぶってた。どっかで聞いたような声だったけど、ピノッキはあんまり怖くてわからなかった。やっ
が叫んぞ。待って待ちなさいよ、待ちなさいよ。ヒノキはとうとう追いはぎお化けに捕まってしまった。さあ金出せ。あ、こいつは金貨を口に入れてしもたがや。口を開けんか。やだ、この金貨は絶対に渡さないぞ。ピノッキオは口を開けなかった。追いはぎお化けはピノッキオの首に縄をかけて大きな木の枝に吊るしていってしまった。だんだん苦しくなってきた。風が吹くとピノッキオはブラブラ揺れた。揺れると木の人形の音がした。美しい女の子の声を聞いて目を覚ました。夜が明けていて大きな木の根元に落ちていた。ズルギツネと野良猫はどこにもいなかった。金貨もなくなっていた。あいつら僕を騙したんだ。どうしよう、帰り道もわからない。歩いていくとまた夜になった。疲れてお腹はペコペコだった。畑のそばに来た。あ、トマトがなってる。一つもらって食べよう。いただきまーす。痛い。それは獣を取る鉄の罠だった。こいつだな。夜中にワスの鶏盗むやつは。違います。いえ、違うよ。僕はトマトをもらおうとしただけだよ。よし、そんだば。おめえが鶏泥棒と捕まえたら許してやる。ピノッキは首輪をはめられて鎖でつながれて、とうとう番犬の代わりにさせられてしまった。次の夜。ごはん、ごはん。しっ、静かにするだがや。アンさんが1羽、ワテが1羽、ニワトロからニワトリなんちゃって。めっちゃの巧妙ぞ。ニワトリ泥棒だな。よし、捕まえてやる。ピノッキオはニワトリ泥棒が小屋の中に入ると、表からそーっと戸を閉めて開かないようにしてしまった。ピノッキオはニワトリ泥棒を捕まえてやっと自由にしてもらった。歩いているとまた日が暮れてきた。たくさんのロバが引いてる。何の馬車だろう。おもちゃの奥に行き、おもちゃの奥に行き、お乗りの方はありませんか。おもちゃの国って。おもちゃがいっぱいあって毎日遊んで暮らせるのです。うわ、楽しいだろうな。ではお乗りください。少々長ほどお詰めください。これで満員です。では発車します。それロバたち、引け。おもちゃの国でピノッキオは楽しい毎日を暮らすことができた。もう何日経っただろう。ここにいるといつまで経っても飽きないけど、でもそろそろ帰らないとジェペットじいさん僕が死んじゃったかと思うかもしれないな。さあ遊んで遊んで、いくら遊んでも遊びきれない面白いものばかりです。帰りの馬車はありません。え、どうして。ふひ、あれ、ふひ、僕どうしたんだろう。ふひ、さあこれで新しいロバが一丁上がり。いつの間にか長い耳が生えていた。尻尾も生えて本物のロバになっていた。ふひ、ふひ。おもちゃの国で遊んでばかりいた子供たちはみんなロバになってしまった。ロバになったピノッキオは市場に引いていかれて売られてしまった。コーヒー、コーヒー。
このロバは太鼓の皮を取るのに良さそうだ。やだよ、太鼓の皮になんかされるのはやだよ。ふひふひふひ。ピノッキオがいくら叫んでもロバの声しか出てこない。ピノッキオは足を縛られて海の中に放り込まれた。ガチケだよ。すると沖の方から何か大きなものがすごい速さでやってきた。これは山のように大きな塚だった。うわ、人が太鼓の皮を取ろうと思った俺のロバを食ってしまった。ピノッキオはとうとう大きな深に食べられてしまった。気がつくと真っ暗な深のお腹の中だった。耳も尻尾も取れて元の木の人形の姿になっていた。暗いな。あれ、向こうに明かりが見えてる。なんだろう。ピノッキオは明かりの方に進んでいった。それは小さなろうそくの火だった。ろうそくのそばに誰かが座っていた。あなたは誰ですか？僕、ピノキオです。おお、ピノキオ、わしだよ。あ、ジェペットおじいさん、どうしてこんなところに来たの？ジェペットじいさんはピノキオを探してあちこち旅をしてたのだった。そして小舟に乗っていた時、深に飲み込まれてしまったのだと話した。ピノッキオはおじいさんを連れて深のお腹から逃げ出すことにした。ほら、深のやつちょうど眠ってるよ。今のうちに口から逃げ出そう。だが外は広い海じゃろう。わしは泳ぎ切ることはできんよ。大丈夫だよ、僕に捕まってれば。僕は血の人形だよ。最高、おじいさん。ピノッキオとジェペット爺さんは深の口から海に飛び込んだ。ピノッキオはジェペット爺さんを背中に海をぐんぐん泳いでいった。ピノッキオ、強くなったわね。どこかで美しい声を聞いたように思った。ピノッキオ、キラ人形、ピノッキオ元気を出そう。負けずに頑張れば、きっといつかは人になる。いつかは人間になるのさ。ピノッキオ。